香川オリーブガイナーズ。香川オリーブガイナーズ。香川オリーブガイナーズ。香川オリーブガイナーズは、プロ野球独立リーグ、四国アイランドリーグプラスに所属する香川県の野球チーム。2005年加盟。略称、香川 OG。チーム名は、香川県の木、オリーブとサルキ弁の強いを意味するガイナを組み合わせて命名された。チームカラーはオリーブ色、緑。 リーグ発足2年目から3年連続して年間総合優勝を達成した。NPB の2軍や社会人野球チーム JR 四国アークバリアのもベースボールクラブなど大学公式野球チーム2016年からとの練習試合交流戦も行われている。2017年終了時点で過去に NPB ドラフト指名を受けた選手はリーグ最多。 23人である。2006年から2016年までは11年連続で、指名者を排出した。2019年の開催試合数は、福岡ソフトバンクホークス3軍との交流戦4試合、及び、読売ジャイアンツ3軍との交流戦2試合を含む。開催試合数の出展は、リーグ公式ウェブサイトの試合予定、結果、工事よる。 金字は優勝。2007年2008年2012年は、香川県営野球場で開催された。2010年は、秋季高校野球四国大会と日程が重なったため、佐野岸市、市土総合運動公園野球場で開催された。丸亀市民球場オープン後初の出場となった2018年は、レクザムと丸亀で1試合ずつ開催された。 香川県庁が2010年に実施した県政世論調査の地域密着型スポーツチームについての調査20歳以上の県民3000人が対象で有効回答1579人では東急団は鎌玉アレサヌキ、高松ファイブアローズ、四国 AT8 クイーン、香川 S フェローズを加えた5チームの中で認知度、感染経験者ともトップであった。 チームのマスコットキャラクターは、オリーブの木の精霊をイメージしており、マスコットキャラクターとしては珍しく、目が露出しないデザインである。登場当時は、ガイナヤツと呼ばれていた。その後、ガイナくんという名称が公式となり、球団ウェブページに明記されている。ホームゲームでは、着ぐるみも登場する。2017年、女性ファン層を増やすことを目的とした。 新たな応援キャラクターが公募され、高校生のデザインにより4匹の猫をモチーフとした、ガイニャーズが7月21日に発表された。球団公認応援曲の未来のステージへ、パワーオブガイニャーズは、香川県内で活動する二人組音楽ユニット、ハウスによる作詞作曲。夢を目指す若者へのエールがアップテンポなリズムに乗せて歌われている。この曲はハウスが、 自主的に作った曲を球団側が公認し、タイトルは曲の完成後に公募で選ばれたものである。これとは別に、施設応援団、口述メンバーの作詞、作曲による応援歌、勇者のおたけびがある。ホームゲームでは7回裏の攻撃前にこのメロディーが演奏、施設応援団の水槽、ナイターは下記の鳴り物規制との関係から、 場内放送となる場合があるされており、公認に近い扱いを受けている。応援をリードするのは、施設応援団、ガイナマイツ。ファンサイトの掲示板で有志が集まり、2005年に、発足した。2005年当時は、最終戦に約70人の団員が来場していた。2018年時点での団員は8人で、応援のリードや鳴り物の演奏を行っている。このか。 ガイナマイツの他に、香川県職員有志応援団もあり、団旗には、ガイナーズのロゴのほか、片隅に、香川県のマーク、かが描かれている。ヒッティングマーチ及びメガホンを叩くもの。なお、香川県営野球場では、 近隣住民への配慮からチーム発足当時は午後6時以降の鳴り物を使用した応援が禁止されており2007年のシーズンまでホームゲームで太鼓やトランペットが使われる子は少なかった2008年より土曜日曜の試合に限って午後8時まで鳴り物の使用が認められ政権が緩和されたしかし二千九年のシーズンからは周辺環境への配慮から増え ボイッスルファウの時はぞくやメガホンを使用した応援は午後9時までに自粛されている。ホームゲームでは7回裏の勇者のおたけび演奏後に観客席から Z 風船を飛ばすことが恒例となっている。2009年のシーズンは新型インフルエンザの流行に伴い2009年5月22日以降は Z 風船の使用を自粛した。その後、 新型インフルエンザが収束したことから2010年のホーム開幕戦より仕様が復活している。2012年後期から2015年まで公式イメージがあるハニーオリーブが存在した。球団は2012年の前期終了後にハニーオリーブを公募で結成することを発表。8月5日にメンバー5人が発表され、 シーズン終了まで試合やイベントで活動を行った。2013年はシーズン開幕前の公募で7人が選ばれている。うち2人は前年度メンバー。結成年よりウェブ投票によるグランプリが実施され、2013年は岩瀬香ながグランプリに選ばれた。2015年のシーズンをもって活動を終了した。現在 SKE48 メンバーとして、 活動している高畑裕希、香川県出身は SKE48 加入前の2013年2014年にハニーオリーブとして活動していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。